ました。はい、拍手お願いします。選手の皆さんは大きい顔で挨拶お願いします。気をつけ、はい、お願いします。選手の中で座ってください。それではあの7勝の方に質問をしています。第72代横綱伊勢ノ海部屋です。今ご存知、茨城県知事と田子の浦部屋です。伊勢の佐藤関についてはですね、平成3年に小結びとしてですね、白鵬関のあの当時に来られました。ようこそ横綱で帰ってこられました。でこのですね、あの毎年ですね、もう38回になって38回ずっとですね、関取が来られてますけど、まあ、横綱土曜入りをですねしていますけど、平成14年に貴乃花関が来られた翌年からずっとあの外国人力士ということで、今回、まあ、15年ぶりですか、日本人関取で土曜入りということで、今日は多くの皆様が来られました。で私も紹介したいと思います。続きまして、茨城県出身、田子の浦部屋の伊藤水関です。失礼しました。瀬戸田関が茨城県でですね、埼玉県の所沢出身です。詳しく、はい、出身はですね、日本体育大学で、続きまして島根県出身、沖ノ海関です。八角宮におられます。じゃあ、あとでですね、最後にこちらの方から一言ずつ、抱負の言葉をいただきたいと思います。まず、係英語をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。前から押して、後ろつけて押して。
はい、経済主義カメラの組み合わせ。はい、OK、はい。かわいいね。Thank you.
よし。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 
まあ、あの最後に当たる人、体当たってからちょっと思考を動いてよ。体動かしちゃったよ。
最後大きい声でやります。はい、はい、次は5年生ですね。準優勝の後の田中君、大きい声でやります。よし、行こう。よし、行こう。下から下から
よろしくお願いします。個人戦6年生の優勝者、秋田の山下君です。山下君はですね、多分去年も私も見ていただいてますので、毎年一人で最後の鳥を務めます。頑張ってください。順番。
お疲れ様でした。